はい、今日もあなたと百姓天国。本日は2022年7月9。よく考えたらもう3分の1まで来ましたか。めっちゃ早いですね。さあ、そういうことで、はい、後半戦の育英小かぼちゃですね。もう私の腰ぐらいね、これぐらいまでね、ドワーンと広がってきました。順調ですね。ちょっとつるぼけっぽいですけどね、どうですか。まあこれぐらいには広がってくれないとね、困るんですけど。さあ、そういうことでね、もうやっぱりあれなんですよね、やっぱちょっと畑が狭いんですよね。2ターンばっかしかないのでね。でね、昔のあの千葉時代を思い見てくださればわかると思うんですけどね、ずっと隣とかも広くてね、あの竹林があったりとかね、そんな気にしなくてもね、隣との境、まあ周りはほとんどね観光農家さんなんだったんですけど、そんなにね畑広くて余裕があるしね、気にしなくてもよかったんですけどね、こちらはほらもうこうやってあのなんか家庭菜園の方とかね、ご自宅家がありますからね。なのでこうやって今ね、鶴がこっち側にあのベランダのところとかにね絡みつきそうになってるので、これはいかんってことでね、鶴返しをやらんといかんですってことですよね。まあしょうがないですよね。だからここには植えてないんですよね。ここを一本飛ばして向こうにやってきても、こうやってね鶴がね、ここに植えてたらもう完全にあのベランダに巻きついちゃうのでね。ということで、少しでもね、まあ多少はしょうがないと思うんですけど、やっぱりそうやってね配慮をして、あの気を使わないとね、あのお隣さんなのでね、よいしょ、多分ね、ここのこの白いマルチが見えるようにね、ツルを返してあげれば多分大丈夫だと思うんですけど、よいしょ、はい、こんな感じでね、どん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 こっちに侵入しようとこの人たちはしてくるわけでございまして、はい、よいしょ、ツル返しをしていきます。まあ何回かねやらざるを得ないんですけど、よいしょ、よいしょ、どの道また伸びてくるんですけど、ほらもうこうやってね、え、はいはい、こっちよ、そっちに行かないで、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、ほらあの人もそうね、そっちじゃないのよ、はいね、こうやってこのワンベッドをね、ここのラインで押さえておけば多分大丈夫だと思います。はい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 、君君君、こっちよ、はいはい、よいしょ、鶴返し、必殺鶴返し、そのうちね、もうちょっとしたら先を剪定してね、あのもうあの先を積んであげればね、伸びなくなりますので、多少ね実つきも良くなると思いますので、よいしょ、ね、よいしょ、一応これマルチ麦を撒いたんですけど、単なる草になっちゃいましたね、なんかね、一回草買った方がいいのかもしれないな。よいしょ、はい、もうねこうやって実がついてきてますね、はい、9月の終わりぐらいですかね、収穫ね。もうほらベランダそっち側出ちゃってますからね、いけません。よいしょ、はい、邪魔にならんようにね、よいしょ、
よいしょ。ドロペダソルゴ撒いたんですけどね、あんまりどうかな、あんまり効果なかったかもですけどもね。はい、この感じでなんとかねラインは保たれたのかなと。あとはちょっと実つきですよね。ちょっとね下半もというかね、あの勢いが強すぎるかもしれない。モロヘアね、植えて途中でやめたやつがえらい元気ですよねよいしょ。よし、マクワウリ、バナナマクワウリのところに完全にもう雪化粧かぼちゃが乗ってきましたね。ここら辺はね冬瓜を植えようと思ってたんですけどね、どうですかね。ちょっとやっぱり畑が狭かったね。まあ来年はもうちょっとね広いところで作ります。まあ今年はねいろんな意味であの様子を見ながらね作付けをしておりますんでね。これ最後に植えたそうめんかぼちゃかね、もういろんなのが混じってきちゃってね、できるかどうか果たしてあれですけど、これで雪化粧かぼちゃがないとね非常にちょっとね、来年の春1、2、3月ね一品ちょっとなくなるのでね、ちゅうことでございます。よいしょ、なんか動物来てますね。よいしょ、オクラが順調です。オクラが順調ですね。一発目が本当に結構やられちゃいましたんでね、多分もうあと1ヶ月以内に実がつき始めると思います。花が咲いてくれないとね、まずはね。よいしょ、オクラはねとにかく密植で作るというのがポイントでしてね、大丈夫だと思います。さあそんなことって、よいしょ、あーしんど、雨が降ってほしいですね。ということで、今日土曜日かね、明日日曜日ね、土日、来週月曜日ね、月曜日あれなんですよ、もうね関東から来客があるんですよね。なんかあのやっぱ YouTube とねこうやってラジオとかやってると、たまにそうやってね、まあありがたいことですけどね、会いたいという形でね、あるいは何かご相談があるのか分かりませんけれどもね、あの遠方からたまにこうやって来られるのでね、まああの農繁期でなかなか忙しくて僕もちょっと時間を取るのは難しいんですけどもね、一日お付き合いするのはちょっと難しいんですけども、まああのせっかくね関東からね来られるのにね、あの無下にはできませんのでね、それは人としてね、はい、いつもその動画とかねラジオを見ていただいているのにね、ということで、あの月曜日ね、もしかしたらインタビューとか撮るかもしれないですね。お店とかやってる方なんでね。はい、ということで、まあ見学とかね、あのでまああの随時受け付けますし、でまたね、あの野菜を今バンバン売り出し中でございます。まだホームページも変えてないんですけど、どんどんね野菜を売っていきますのでね。あのこれを見てくださってるね、まあ、同じ同業者の人に、農業者の人に買ってほしいと、あの買ってくださいと言いませんが、一般の、ね、方で、有機野菜食べてみたいよ、オーガニック野菜食べてみたいよっていう方はね、ぜひ一度ね、お問い合わせの百姓農園のところからねご連絡いただければと思います。はい、よいしょ、以上です。それではまた。